はい。うわ、ボタンや。ああ、でも。2回目。あーおーおこちら、信頼のマクロスフロンティア4ですね。こちらの一撃出玉勝負。お？あれ？お？あ、ダメなの。かっこいい。これもあの注目演出です。うわもうじゃあ移動されます？いやまだいいですか？ちょっとね、できればこっちで当たりが見たいんですけど、このキコーナチャンネルのトミーとシータの二人きりの戦いは何だと当たりもないのかと何だろうなりますよ。なんか一番派手、やっと来ました。おっしゃ、ちょっとね、あ、今度赤だ、赤赤、え、赤赤、これはどっちも邪魔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 ですよ、ちょっとカメラどっちも邪魔じゃないですか。いい、いやこれ、ね、これは期待できる。前回のせいやに続いて今回も当たりなしだったらお前らふざけんなって言われるかなっていう話をしてたんですけど当たれ、どっちも気になるな。ちょっとでもシーサさんの方が強いかもやな。いやどっちも期待していいんじゃないですか。まあ当然同じですね、うん、歌姫ドライブ。色はそっちの方がいいですよ、赤なんで。こっち緑です。保留は、ああ赤保留、赤サイリウムになった。おいけいけ、さっき激アツ外してるんで僕。赤だった赤。おっ、ラストまでいった。はい、12時まで行った。24時が、あ、初めて来た。ランカシンデレラナイト、これチャンスをストックしていくやつですね。ストック1個、金じゃない？おお、おお、え、なになになに、何が起きてる？何が起きてる？あ、全部金なのか。うわ、すげえ。キャッスル、わ、やばいやばい、タイマーまで発動した。これ今のはタイマーの、おお、ブルブルしてる、レバブルだ。おー、すげえすげえ。そして歌姫ライブ、これは当たるでしょう、さすがに。なんか俺が空気みたいになってきてる、やばい。あ、トミさんすいません、ちょっと待って今日はまた金文字、金文字デフォルトなのかないや、もらったよ、さすがに今回は。かっこいい。さあ、歌姫ライブですね、三大キーポイントの一つ。めっちゃブルブルしてる、赤っ。いやー、そりゃそうやわな。あー、残念でした。いやいや、あっさりやなまだリーチ中なんで。いや、これはさすがに大丈夫でしょう。あー、いいですね、なんか縦にカットインが来ると熱い感じがします、うん、はい。うわ、ボタンや。あー、でも2回目。あー、さあ、今度は取ると50%。うわ、気持ちいい、綺麗、かっこいい、いい音。ああ、激しいですね。さあ、あとはギャラクシーライブに入れるかどうか。いや、いいですね。なんか演出が一つのブービー、舞台みたいな。まさにライブっていう感じですよね。そうそう、いや、これはちょっとなんとかなんかと思ったら、あのシンフォギアでいうところの手紙保留みたいなやつですね。そうそうそう、よし、おあるで、玉手箱あるで。
長い長い長い、いきますよ。こっちは翼の前チャンス、参ります。今度は頼むよ、2分の1。よし、いいタイミングだった今。よし、よし、なんかさっきと一緒だな、何も変わってないな。あー一緒だ、さっきと。行くぞ、おおよし、行った、おーい、おーい、あっ熱っ熱っ熱っ、これおめでとうございます。行きました、はい、ちょっとなんかめっちゃすごいタイミングで、ね、僕当たったやつですね。保留も強い、トミーさん、保留結構、保留やばいっす、これそれ、あれスカル保留ですよ ねスカルマークは期待度 82% って書いてあります。おっしゃー、はい、というわけでこちらはですね、まあ、右中の、大当たりということで1500個、なんかずっと飛んでますけど、これ本当だ、ランカが飛んでる、あ鍵鍵、はい、1個、もう1個で、ちょっと大事なところで熱い演出重なってしまったの で、改めて言うと、今は、通常あたりのあと時短1回のチャンスを生かして、ここから、ギャラクシーライブ突入となります。でギャラクシーライブ中は時短1回か2回プラス残保留1回ということで、まあ、2回か3回のチャンスをもらえますというものですね。忙しいですね、この時間急に忙しくなりました。あそうです、ね、さっきまでお互い何も喋ってないのに最後の最後ですよね。そうそうそう、もうそろそろどうにかせんといかんねっていう時でした、はい、当たってよ、頼むわ、当たってよ、あー弱い、あーおー当たった、土壇場で、土壇場で当たった、チャンスは2回、こちらチャンスは2回ですね、さっきのを2回やれるってことです。おお当たり、早っ、早い、一瞬、これで初当たり含めて2連目、おお、えフィーバー3000、スペシャルフィーバー3000ってことはもう1個当たるってこと。さああと50%、はい、取るでしょ。いやいやもうこれは絶対に取らなあかん。いきます、はい、あいいタイミング、これ多分図柄でも期待値変わるんでしょうね、おそらく、ね、毎回違うんで。さあギャラクシーライブ手袋ですけど、3000なんで持ってんのかな、当たりを。ファーストステージ、おお赤字、これはいったでしょ、ドーン、イエーイ、おーいった2人でラッシュ、ラッシュ、すごいタイミングで、やりました。こっち2回転目です、準備完了、え、なになに、タイマーがある、1、0、ってことは、お、え、どういうこと、これ1回外してるんで、僕ここで当てないとまずいんですけど、え、嘘、
ってことはさっきの3000って3000取りましたよっていうだけっていうこと。あ、そうですね。なんかこっちに出玉表示あったんですよ、払い出されてる、はい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 、なのでこっちでカウントしてると思ってて、こっちに3000ってあったんで、あ、3000もらえるんだと思ったらこの辺りで3000目っていう、うん、そう、だからその左上が3000になったら多分4500、6000みたいな感じで増えていくのかな。メーカーの人がここの回数で3回か2回か分かるって言ってましたよ、はい、あ、本当ですか、はい、はい、やばいよ、富さん。あ、でっかいあります、あ、でっかい。あと1回しかないんですよ。富さん、頼みますよ。僕以下はさすがに。待て待て、え、あ、そうか。あ、弱い。あ、これあの上げていくやつですか。ああ、まだまだですね。はい。あ、緑緑、はいはいはい。赤かな。あ、今レインボーやったから大丈夫？あ。したらですよ、我々グランキコーナー泉佐野店に入っちゃいけないのかもしれないですね。災いをもたらす、ちょっと薬用神かもしれないです。まあ結果、まあまあ一応当たりとラッシュまではいけたっていうのは素晴らしい、ね、一応最悪の状況を考えてスタンバイしてた機種があるんで、そうですね、あ、台があるんで、はい、そっち行きましょうか。ありました。さあ、まあ2人とも無事にギャラクシーライブ突入したんですが、です、ね、はい、まあ、非常に情けない結果に終わってしまいましたと。で、一応こちらにですね、まあ初当たりを引いた状態の台を用意していただきまして、この後ギャラクシーライブに入るかどうか我々次第ということで、まあ、ラストチャンス、そうですね、もう当たった状態で最後の一勝負いきましょうかと。投げの1回、はい、いきましょう。じゃあどうしよう、1人ずついきます、同時にいきます、1回転で決まるんで。じゃあ私、ああ、じゃあ富さんから行きましょう。いいですか、はい、もう始まってます、ね、行っちゃって、はい、はい、あ、8先輩、さっきトミーさんは赤いテロップとか出てましたよね。そうですね、ちょっとやっぱ奇数疲れで天敗してもらいたいですよね。奇数かなり熱そうですよね。一応今まで全部青疲れ偶数しか見てないので、落ち着きがない人みたい。敵じゃない、敵じゃないから、いけ、ダーッ、じゃあいきます。わ、すごい、うわ、よう取りましたな。あ、やりました、やりました。いや、4点敗はちょっと嫌だな、なんとなく。もう演出は基本これなんですね。そうですね、俺たちは敵じゃない。なんかちょっと変わった演出みたいですけどね、強そうな。チャンスアップ一つでも絡めば相当熱いんだろうな。生かすとかないの。じゃあさっきの挽回に、そうですね、じゃあ最後トミーさんのどこまで続くかという、手玉を見て終わりましょうか。これでいいですか。あ、トライアングル変えましょう。
どれ行きます。ああとりあえずじゃあ順番に行きましょうか。そうですね、カウントダウンアタック一撃ということで、はい、チャンス2回、2回が多いですね。一応 50% ちょっとは振り分けがあるみたいですけど、3回もまあ2回あれば十分でしょう、うん、あこれいったやろ、おいおい早い、素晴らしいですね。次はパトランプ、パトランカーでいきます。おおおお、さすがにさっきの出玉は軽く超えてきましたけど、ね、こうなるとちょっとね、一撃1万発2万発あたりも見てみたいですね。さあ現在4500発ということは1500個のあたりを3つ取ってるってことですね。なかなかここはもう振り分けなんでね、一撃ですかモードは。ランカー、え？あれ一撃のままやな、なんでやろう。ん？1回目失敗した時のちょっと不安半端ないですよね。半端ないです。さあどうなるのか、トミさん、はい、まだ4500だ、いきます。こんなもんじゃねえ、マクロスロンティア4のポテンシャルを、ああこれですね、ああパトランプとランカをかけてるんですね、かわいいプリンみたい、いいですねこの演出、かわいいかわいいかわいい、めちゃくちゃいいこの演出、あ面白い、あえて連打するその顔やばいやばい、変な人がいる、ふざけてる場合じゃないぞ、いけいけるのか、おい連打が遅いんじゃないか、ほら、トミさん今のは、今のイエローカード2枚目退場ですから、ね、早いな、しかしそうですね。さあじゃあトミさんが大当たりを消化している間に改めてこちらお店の紹介ちょっとだけさせていただきます。こちらはですね、大阪府泉佐野市にございますグランキコーナ泉佐野店、つい先日グランドオープンしたばかり。こちらはですね、あまたある気候なグループの中でもたった2つしかないグランの名前がついたグランキコーラ、まあ、それだけにですね、気候なグループの中でもかなり力を入れてグランドオープンしたお店ということが言えると思います。で、泉佐野市内にですね、更地からこう建物を作って、そしてもうゼロから、できたお店ですので、まあ、非常に店内もね、新しいものばかりで、もう匂いも新しいし、もちろん設置機種も新しい、中にも古い機種もしっかり置いてあってですね、まあ、かなり魅力的な総台数は1003台の大型ホールとなっておりますので、泉佐野市、お近くまで足を運んだ際にはぜひ一度覗いてみてください。またお店のホームページ概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらの方もぜひご確認ください。はい、いいですね、よかったです、終わらなくて。どんどん行きますね、の一旦乗ってしまえば。今ので終わったらそのまま番組締めようと思ってました。終わりませんね、終わりませんね、これでもうあと2回当たりが引ければ一番ですもんね。そうですね、早いな、だってものの何分ですか、10分、10分経ってないと思いますですよね、はい、でもう7500発やばいですねこれはね。あーちょっと普通の演出ですねこれ。まあまあ2回あるんで、うんうん、まあ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 、あと1回ありますんで、
あの全然間に合わないですからね、出玉がね、ずっと払い出しされてます。これちゃんと払い出しが終わるまで皆さん待ってから交換するようにしてくださいね。あ、ちょっとガッツポーズ出ましたね今、はい、入ったタイミングが良かったとそうですね、ちゃんと芯で捉えた感じでしたね、いけましたね、じゃあ大丈夫です。あ、ちょっと待って、あれ、うん、ちょっと弱そうに見えますけど、弱そうですね、テンパイズ柄も演出も、あれ、まだまだまだランクアップなんで、そうですね、ええ、赤が出ればかなり強いと思うんですけど、ちょっと緑だと不安。あー、もう一個、いや、もう一個ないですね、ないか、はい、あいや復活パターンありますし、まあ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 、はい、7938、こんなもんじゃないと思うんですよ、継続率もそうす、ね、トータル 81% って言われてます。まあでも一瞬で7500発、時間にして10分ほどでしたね。はい、というわけで、まあ、今回マクロスフロンティア4、打っていきましたけど、まあ、今日我々ね初めて打ってちょっとわからないことだらけの中でしたので、ちょっとまた次打つ機会があったらもうちょっと勉強して、そして今度はホールに導入された後にですね、そうです打ちたいです、はいはい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。